イギリスのプログレッシブロックバンド、ジェネシスの作品。幾度のメンバーチェンジを繰り返しながら、現在までにオリジナルアルバム15枚、シングル42枚をリリースしている。1970年代はイギリスを中心として、ヨーロッパで高い人気を誇ったが、1980年代以降は、ポップな作風に変化し、アメリカをはじめとする世界的なヒットを記録する。 モンスターバンドへと成長した。意外にもアメリカでアルバムチャート1位を獲得したことはなく、逆にイギリスでシングルチャート1位を獲得したことがない。全世界でのトータルセールスは1億枚から2億枚と言われている。フィル・コインズもソロとして1億枚以上のセールスを記録しており、バンド活動とソロ活動の双方で1億枚を超える売り上げを記録したのは、 コリンズの他には、ポール・マッカートニーとマイケル・ジャクソンだけである。エブリ・ジェネシス・アルバム、エクスクルーディング・ザ・バンド、S ・レビューオール・ライブ・アルバムス、イズ、セット・ツー・ビーリ、リリース・ドアズ、A ダブル、ディスクセット・コンテイニング、A マルチ、チャンネル・ハイブリッド・スーパー・オーディオ・ CD&、A ・ DVD、ビデオ・ウィズ・ DTS96、24&、 ドルビーデジタル5.1トラックス、ザ・ DVD ウィルハブエクストラスインクルーディングプロモ、ビデオズ、アンデリリースドライブフッテージ、アンドニューインターベーストーキング、アバウトザ・ピリオドオブイーチアルバムリリース。ありがとうございます。